調べ残しはないかなと。あとは特になさそうだな。さっき天窓から見えたもの気になるな。確か体育館の横あたりだったか。別に何も落ち、天窓から見えてたのはこれだな。後期掲揚用のポールだ。高さ10メートルってとこかな。体育館の屋根よりは高い。体育館の外壁は手がかりや足がかりになりそうなものは何もないんだな。ってことは屋根の上に人間が登るのは不可能だ。待てよ、ポールによじ登ってそこから体育館の屋根に飛び移るってのは。そんなことができたら人間じゃねえな。ここは体育用具の倉庫か。平均台だ。別に怪しいもんじゃない。マットだ。最近は使われてないみたいだな。怪しいところはないか。飛び箱か。まあ体育用具の定番だな。事件に関係しそうなものなんてないんじゃないか。ハードルが雑然と片付けられてる。わっ、雨が激しくなってきたな。傘持ってねえのに。こりゃもうここまで調べに来るのは無理かな。しゃあない、校舎まで走るか。ひえ、びしょ濡れだ。おちびちゃん、ひどいなりね。どこ行ってたの。げ、お調子女。外のトイレまで。うーん、雨が降ってんのにわざわざ外に。やば。まあいいわ、早く拭きなさいよ、風邪ひくから。あれ、元気ないね。私さ、探偵クラブを辞めるわ。さすがに答えたわ、昨日今日は。玲子だけならともかく、由美まで死んじゃうなんて。あ、そう。まあ知り合いが立て続けに死んだんだ。これに懲りて遊び半分の探偵なんて辞めるといいさ。でもなんか面白くないな。張り合いないぞ、おい。あ、ねえ、じゃあちょっといい？状況ったって別に。リサに頼まれてユミを探してただけよ。まさか体育館にいるとは思わなかったけど、念のためと思って来てみたらさ。体育館の鍵って普段はどこにあるか知ってる？そりゃ事務室でしょ。校内の鍵は全部あそこにあると思うけど。
にドリンク剤って売ってるのかな。うん、それなら保健室でもらえるわ。保健室？勉強やクラブ活動でさ、過労で倒れちゃう生徒がたまにいるのよ。つまり常備薬として保健室に置いてあるの。私はお世話になったことはないけどね。他のって？ユミさんが死んだのって数時間前なんだって。それでその時間ってみんな何やってたのかな。警察のお達しで寮の部屋に閉じこもってたと思うけど。ああ、私は食堂で刑事さんと話してたわ。そこへリサが来てユミがいなくなったって。それならこの子のアリバイは確実だな。あとリサさんにもランが張り付いてた。後の人間はアリバイなしってわけか。ユミって殺されたの？まだわかんないんだけど、ただ一応聞いておこうかと。レイコならわかるわよ。だけど、どうしてユミが殺されなきゃなんないの？見当もつかないわ。やっぱ自殺？彼女。まだわかんないんだけど、ただ一応聞いておこうかと。私もそこまでは知らないわ。けど、きっとレイコの件が関係してるんでしょ。リサに届いた手紙といい、脈略もなくこんな事件が立て続けに起こるわけないわ。ねえ、ちびちゃん、もしかしてユミって他殺なの？え、僕知らない。またそらっとぼけて。あんたの聞くことっていちいち気になるのよね。悪情しなさいよ。本当にユミは自殺じゃないの？ナオミお姉ちゃん、探偵クラブやめたんでしょ。前言撤回。ここまでもったいつけられてやめるわけにいかないでしょう。あ、じゃあ僕これで。こら、待てこのチビ。調子戻ったみたいだな。鍵を管理してるのは事務室だったな。キーボックスだ。校内の各部屋の鍵はここで管理されてるんだな。大工館の鍵がなくなってる。やっぱりユミさんの持ってた鍵はここから持ち出したんだ。大工館の入り口は鍵がかかってた。そしてその唯一の鍵はユミさんのポケットから見つかった。ユミさん以外には誰も体育館に出入りできなかったってことだ。ということはますます自殺の線が強くなる一方だな。でもなんか引っかかってんだよな。ここら辺の書類を全部調べてる時間はないぜ。効率よく行かなきゃ。生徒会議事録。どれどれ。別に怪しいところはないな。事件の手がかりにはならない。ここら辺の書類を全部調べ。
ロッカーの中は目ぼ…行事、連絡事…薬を持ち出すったら、まずここかな。薬品棚は鍵がかかってるな。考えてみたら、青酸系の毒物なんて保健室にあるわけないか。あるとすれば、化学実験室だ。ドリンク剤のケースだ。最近は保健室にこういうの常備してる学校多いからな。薬を持ち出すったら、まずここかな。特に何もないな。ビーカー、フラスコ、試験管。こっちの棚は器具ばかりだ。ビーカー、フラスコ…さすがに、色とりどりの薬物があること。こりゃ一本ぐらい瓶が消えてても気づかれないかもな。さすがに、色とりどりの薬物があること。まゆみお姉ちゃん。あ、コナン君、びっくりした。大丈夫？ずいぶん疲れてるみたい。大丈夫よ。それより何かご用？ねえ、さっきお姉ちゃんが食堂で言ってたことって。やっぱり本当なの？コナン君、その話はやめて。ごめんなさい。じゃあ、ユミお姉ちゃんのことなんだけど。やめてって言ってるでしょ！ごめんなさい。やっぱり私、疲れてるみたい。コナン君、悪いけど、一人にしてくれる？うん。よっ、坊主か。よく来たな。元気そうだね。そう見えるかい？単なる虚勢だけどな。
ちょっと思い出してたんだよ、デコのこと。小さい頃はあんなんでも可愛い妹だったんだよな。中学ぐらいからひねちまったけどよ。何にせよ、あんな妹でもいなくなってみると寂しいもんなんだな。そう、ちょっとお話聞いてもいい？昨日の練習でさ、バレーボールのネット張ったりした？なんだそりゃ、うちはバスケ部だぜ。なんでバレーネット張らなきゃなんねんだ？だよね。体育館の天窓ってバスケ部で開けた？天窓？いや、開けてないはずだぜ。開いてたのか？戸締まりし忘れたってことないかな？うちはいつもしっかりやってるさ。りょうこ姉ちゃん、昨日の戸締まりはちゃんとした？もちろん。じゃあ体育館の鍵って普段どこにあるの？事務室のキーボックスの中だよ。他に合鍵とかはないはずだぜ。ユミさんが自殺だとしたら、わざわざ事務室で鍵を盗み、体育館に閉じこもって毒を飲んだことに。なんでそんなことする必要があったんだ？じゃあ僕はこれで。坊主、真犯人を探してんのか？いや、僕は別に。俺は知らねえんだけど、ユミってやつが真犯人じゃねえのか？わかんない。おい、とぼけんなよ。俺は裏でコソコソしてるようなやつは大嫌いなんだよ。どうなんだ、ユミってのが犯人じゃねえのか？悪い、子供相手にどうかしてんな俺。何も話すことはないよ。ボス、警察の仕事を邪魔すると罪になるんだぞ。分かってるか？